さあ、ということで、今季初物、こちら、スイカです。じいちゃんがね、作っていただきました。すごいよね、家庭菜園のレベルじゃないよね。超えてきてるやろ、完全に。じいじ、毎年ありがとう。ねえ、やばない、このデカさ。何色かな？はい。はい。なんかいろんな色が、あ、はいはいはい。黄色、黄色。今回は赤です。赤、うん、あ、黄色、あ、みんなも予想してね。黄色、赤、赤、正解わかんないんだって、ジージも。いや、これ赤です。ここ見たらわかる、ここ赤、ここ見たらわかる、ごめんなさい、ごめんなさい、ここ見たらわかる、この当たった感じでわかる。あー、なるほど、赤、赤赤です、はい、聞いてきます。せーの、どうぞ。だって赤、パパの服も赤やもん。意見、赤いいのかよ。じゃあ、じゃあスイカ食べるんじゃない。なんで、どこまで食べればいいか。前歯が抜けました。わいちゃちゃ、ダイヤ3個抜けました。ダイヤ3個目抜けました。やばいね、楽しみ。ゲームがなくなるじゃん。よし、さっといてね。はい、はい、さあ、切ってきました。ということで、色はせーの、どうぞ。赤でしたー。すげー。はい、これ一人前です。一人前。一人前、そういうこと。ぼーっとしとった、ごめん。今今お前ぼーっとしとった。じゃあ、なんでお皿2枚使ったんやろうってずっと考えよったら、そういうことね。すみません、あ、すみません、一人前です。じいじ、あ、半分は冷やすよ。切らんでね、それ。ああ、はい、うん、それでは食べて。もうかぶりつけよ。ちょっと待って、おっち、おー、いた。いけ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 。はい、いただきます。いただきます。すげー。どう、グー。味わいはどうですか。幸せやな。うめえ。ジュちゃん大丈夫、食べれたろ。無言、黙々と食べてますね。あとでいいことない。どう、エミちゃん。うまいね。最高最高最高の夏。いや、エミ君、夏何したい。夏はプールでしょ。したい。やっぱプールでしょ。種をこうやって出すんだよ、針で。つまようじ。ラップがない。え、ラップがない。なくなるで、こっちが。ちょっとパパにも食わして。ダメ、シムケンさん。ダメでしょ、ダイエットしなきゃ。いやいや、これスイカは大丈夫。いい、一口だけどうだ。はい、エニ君ちょうだい。うん、優しいな、いつも。すいません、いただきます。キッチンはどれを、一口だけ。一口だけな、ここ行っていい。せーの。私の時間にこれは、うまい。え、うまい。え、うまい。あの、冷やしとった割にはぬるい。そっちやろうなと思って今入らんくてね、でかすぎ。いや、でかいね。あの秋半分は冷やして食べたいな。あ、うめえ。じいじゃん、ありがとうね。うめえじゃん、こうやって切りゃよかった。くれへんねん。もう残念ながら、もう頭全部出られてる。で、ひとちゃんが今種全部吸いよん、原稿をずるずると。いやー、いいね。うめえや、もういや、食べながらペッペペッペやりゃいいの。もう食べて、食べて。あ、そうそう、かぶっとがぶりつくんよ。ワイルド行ってワイルド。そう、頭いくんよ、こう。いいね、糸ちゃん。あれ、糸ちゃん、歯型がおかしい。いや、歯がないね。上の歯3本ないから。でも、うまいこと食べれよんや。うん、うまいこと、ちょっと柔らかくしてな、そこ。つまようじで柔らかくして。自分が言ったな、糸は。そうやな。うん、あ、この誰のところ、つぶんでビヤーってやってろうか。そう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 、おかしい。糸がな、やりたいことがあるってこの間言ってきたのがあって。何？スイカを木のところに置いて、一、うん、日放置して、うん、カブトムシが来るかやってほしい。おお、やろう。いいよ、ね、カブトムシ。これで、これで食べ終わったら、うん、この皮のところ、木の根木に置いて、木
け、今度あのジージンチ行ったら、うん、もしくは大分行った時にやろうか、うん、やったらどうですかって。やろう。ここじゃ多分いないから。いないんだわ。ここおらんのよ。この辺じゃいないからな。カナブンぐらいしかおらんね、うん、ここカナブン、うん、夢中です。ダンゴムシは、まあ、おるおるおる。山のようにおる。ダンゴムシ。アリは、うん、おる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 。アリとか山のようにおる。すぐこんなんで来るで。アリばっかになるやろ、ね、多分。アリばっかやろうね。やけ、クイノキかな。クイノキのところのところに。いや、ちょっとあやふやにしてない。クイノキのクイノキやろ、クイノキや。本当クイノキ。詳しい人教えてください。クイノキ。エニシ君は虫好きやけどさ、あんまクワガタ飼いたいとかカブトムシ飼いたい言わんな。ほんとやな。ねえ、イトちゃんはイトの方が多分トカゲを持って帰るんだけやね、うん、お友達からいただきました。ビビりまくってるんで、すぐ返して、すぐ返してきてマジで怖いよ。もうイトのトカゲと、あとポケットからダンゴムシ、あとポケットに手羽元ポケットから手羽元出てきたときびっくりするで、ほんとに。さすがにポケットから手羽元です。ポケットからモンスター手羽先、手羽先出てくんのよ。手羽先持ってからでいかんなー言うて、ポケット入れるなー言うて、ポケットからモンスターやん。ええ待って、タイミシュアルド。どういうことで、ポケモンやけど、うん、あー、そういうことね。あー、ポケットから、ポケットから納得していいんだ。なんかあとポケカ情報を、あ、そう、ぜひエニシ君に。そう、ポケカがもう今どこもないんで、ポケカ情報欲しいですね。なんかまた新しいのが出るときは、うん、教えてください。 SNS 通してカエルパパが、ね、ママに教えてください。免許してください。わしゃよりは持ってない。わしゃ持っちゃうよ、めちゃくちゃいっぱい持っちゃうよ、本当に。そろそろあの夏が近づいてきたのを察してたのか、はい、エニシ君ちょっともうわしゃをずっとまた動画で追ってますね。追ってますね。2年前のディズニーの時計、あのとか見ようよ。いろいろ見てんね、今ね。あのね、ポケカのね、うん、ポケカの情報も得ながら。一番マックス一緒に追った時間長かったの4泊5日っていうのがあったけど。4泊5日 ?5 泊6日。5泊6日か。ママ、ママ、うん、ママ、なに、このスイカの種を埋めると何になると？あ、出らん、たぶん出らんと思う。スイカ難しいやろね、今から育てようと思っても、うん、できるもん。どうなん、昔さ、庭でね、うん、親父があのスイカの、スイカ育ててて、うん、あの、犬飼ってた犬に一口でやられたっていう事件が一口ガブッと、いや、もうちょっとでなるねって身までなってたの。それ覚えてるわ。スイカ食べる？いや、スイカやから行ったとかわかんないけど。クーちゃん、おクーちゃんじゃないよ、大きい犬やったから。お庭に、え、なにそれ、幼少期、それ何、スイカ終わって食べよった？じゃあスイカがパクって、そのパクってしたけど落ちて、ストーンって落ちて、スイカが、おうおう、ちょっと変な空気になってるのを思い出してるわ。記憶もちょっと曖昧やけん。スイカが落ちるわけないもんね、下にあるけん。スイカがなんかちょっと鳴ってたよ。これ夢かな、わかんないけど、よう話すんやけど、犬にやられたもんなって言って、で、みんなそれで嘘やなってなる。レナかセナかルナか。あ、犬、そげがつか大丈夫だ。ゴールデン、ゴールデン、カズキ、ラブラ、マジで全部でかい、うん、全部でかい、ラブラドール。あの、家族見てたらコメントなんで、レナか背中ルナ教えてください。ただえ、クーちゃん、タマちゃんクーちゃんですよ。クーちゃんクーちゃんやったら、クーちゃんやったらウケるね。ねえ、チラッと見たよ今ちゃうわ、スイカ食わへんわ。クーちゃんにちょっとスイカあげてみようか、甘いけん。なれないね、クーちゃんお肉の匂いしか反応しないな。そうよね、全然こんな、うんうん、スイカぐらいごときでもう来んのかや。見ていい、クーちゃん痛い。猫耳は弱いけどね。嘘やろ、クーちゃん嘘や。肉の時相当食うやん。めっちゃ重。なんでこの子じゃないと思う、その庭の犯人。そうよね。こんな子が食う？ママが小学校ぐらいの時やけんな。肉の時のあの、つき方と全然違う、ね、でもなんかあるやろな、その匂いの。匂いやろうね。匂いでわかるっちゃう。野菜に興味がない。野菜絶対こう、うん、肉食女子。
肉食女子やから本当に。パコさん、寝ちゃう寝ちゃう。耳こね、ネイルの悪いやん。耳も、鼻けんさい。鼻すごいよね。鼻やばいよ。クニャ。クニャもやばいよ。俺がちょっとでも、おばあちゃん系やけど。ちょっとでもチキン炒めようとしたらもうすぐよ。爆睡ですよ。今日空いてるって言う。今日やってるって。今日やってるみたいな。寝とってもね、お肉の匂いがあったらすぐ行くね。いや、ほんとすごいよな。爆睡していびきかいとるよ。こうやってグーグーグー言うてから俺がちょっとジューやりだしたらおるやろ、もうもうおんねん、見よるよね、台所おんねん、見よる、あれあれ、お肉、いやいや、肉の話しようと思うぞ。めでたよね。肉焼きますか、そろそろ。いやいやいや、肉焼かんよ、肉焼かん、やらん、焼かんから、うん、ごめんごめん、焼かんから、なんだえ、言うたクーちゃん天才やな、天才やな、面白いよね。人間で言ったら90歳やけど肉食女子やから。90いったんかな、もう90いったんと思うよ。80何歳に言うと、これからも笑かしてくださいね。ということで、いやいや、さあ皆さんガンガン食べてください。ママもパパもこの後食べさせてもらおう。俺もガッツくけね、反対側ちょっとガッツくね。じいじありがとうね。いや、ほんと美味しいです、ありがとうございます。いただきます。